テレトビズ。よく今黄金の3年間という言い方がありますよね。参議院選挙は3年後、衆議院選挙、岸田さんがどこかの段階で衆議院解散を決断されれば別ですけれど、そうでなければこれから3年ぐらいこう政治の世界が無風になる、この3年間に総理大臣としてはいろんなことがやれるんじゃないか、このいわゆる黄金の3年間で岸田さんは何を実現しようとお考えですか。まず黄金の3年間などという考え方は取っておりません。今目の前に歴史を画するような課題、コロナ、ウクライナ、物価高騰等、こうしたものがもう山積をしています。これを一つ一つまずは乗り越えなければいけない。そしてぜひ日本の経済再生、これに本格的に真剣に取り組んでいきたいと思っています。安倍元総理がこれまでいらっしゃいました。岸田さん、何かあるとこう安倍元総理に相談をしたりですね、こういう方針をしたいんだけどと言って声をかけるということをやってらっしゃいました。その安倍さんがいなくなりました。それによってこれからの政権運営というのはどんな影響があるんでしょうか。はい、おっしゃるように、安倍元総理には、この総理大臣の先輩として、あるいは個人的には当選同期の友人として、貴重なアドバイスをいただいてきました。そして亡くなられたこと、本当に大きなショックを受けていますが、しかし今目の前の歴史的な有事といえるこの課題を考えますときに、結束が何よりも大事だと思っています。政府与党の結束、これを大事にしながら政権を前に進めていきたいと思っています。岸田総理は今度は総理としてのお話をお伺いするんですけれども、はい、国会のいろいろな答弁の中でですね、しっかり検討しということをよくおっしゃいます。はい、そこで検討しなんていうふうに呼ばれるようになっているところがあると思うんですが、これについてはいかがですか。はい、私の口癖であるんだと思います。